けてきたのか。何を？肯定か否定か、いずれかの答えがあれば満足か。それならばあなたの好きな方を選べばいい。アインシュタインは彼の発見した理論のごとく特殊だったらしいが、人の真意を言葉で全て語れるなんて幻想だ。言葉なんてただの道具。それともあなたは自分の感情を理解するのにそれ以外の手段を使えるというのか。それを追求すればするほど感情を離れて理論になってしまう。私は人を欺いても自分を欺いたりしない。少なくともそうでありたいと考えてる。あなたは何者だ？学者か法律家か医者にでもなったつもりか？だったら好きにやればいい。腫瘍を見つけるかのように私の心の中を満足いくまで切り刻んで、これは悪いとか正しいとか白黒つけてみるがいい。そしてあなたのその真実とやらをこの胸からえぐり出して勝手に持っていけ。いらっしゃい。どうした？
そんなものはない。ないよ。まっさらだ。ショウゴ、お前は食らったいところがなくて。すくすく育ったな。違うよ、褒めてるんだよ。そういうところだよ。まっすぐ来るだろ。変に勘ぐったり駆け引きしたりしないから。ああ、できないのか。褒めてるんだよ。すごいいいセンスだ。生まれてただ育っただけなのにラッキーだね。違うよ、羨ましいよ。すごくいいセンスだ。それはお前のいいところでもあるんだから。分かってる。もっと自信持っていけよ。大丈夫だよ、きっとうまくいくよ。大丈夫、間違うことなんて恐れるな。英語不変の不滅の真理なんてないんだ。俺はそう思うよ。いや、やっぱり怖いよね。恐れていい。激しく人を憎む怒りは生きるための強烈な力になるんだよ。翔子先輩。え？どうしたんすか？おかしいっす、翔子先輩。
ありますよ。あります。でもできなかった。悔しかった。絶対許さないと思った。許せるはずがないと思った。許したらいけないと思った。それは負けだと思った。あの時の気持ちを思い出せば未だにすげえ嫌な気持ちでいっぱいになる。忘れない。絶対忘れたらいけない。そう誓ったんだ。でも、わからない。あの人を許したつもりはない。違うんだ、許してない。でも違うんだ。あの頃と俺の中で確かに変わったことは、誰かを悪いと決めつけなくても、無理やりそう信じようとしなくても生きてる。生きられるようになった。いつの間にか変な荷物を下ろしたみたいな、さっぱりとした気持ちになって、不思議です。人は変われるんですね。今日の夜、花火しませんか？残ってたんす。うっかり忘れてて。いいじゃないですか。やりましょうよ。
それってお前が書いたのか？お前字すげえうまいんだな。そんなもの書いてかっこいいな。お前ってことはその伊佐子ちゃんっていうのはあの女のことか。俺に蹴りをお見舞いしてくれたあの澄ました女だ。あいつもそこに入ってブツブツ言う。知るか、いつもだ。俺はあの女のことなんか知らねえ。名前も知らない。何のためにそんなところに入って何をしているのか何も知らねえな。俺には全く理解できねえ。は？なんで礼なんだよ。言ったらやだ。ここにいて。お願い。行かないで、離れないで、もっと近くにいて、私だけのそばにいて。その指、どっちのために使おうとしてるの？終わり？始まり？新しい出会いのために。そして過去との決別のために。それとも過去ともう一度出会うために。私とはズバリお別れ？